ストロング・ガルーダは、日本の競争馬。カチクラに2009年ラジオ日経賞。馬名の由来は、冠名、ストロングに、インド神話に登場する会長、ガルーダ。デビューは8月16日の新潟の芝1400メートルだったを一番人気だったが、直線抜け出して、デビューを飾った。次の新潟2歳ステークスに出走も7着に敗れる。 一息置いて11月の東京のクルミ賞に出走。長い直線を抜け出して2勝目を飾った。半年の休みを経て、日本ダービートライアルのプリンシパルステークスに出走したが発着だった。しかし、自走の東京の1000万下のエーデルワイスステークスは、距離短縮が功を奏して人気に応え3勝目を挙げた。そして、福島のラジオ日経賞は5番人気だったが直線差。 しきり重症初勝利を飾った。一息入れて10月24日のフジュステイクスでは、後位追走も伸びきれず8着に敗れた。そして、本番のマイルチャンピオンシップでは、中段追走も失速して14着と大敗した。続く、阪神カップでは、後位追走も失速し13着に終わった。1月30日の東京新聞杯から始動したが、 終始後方のまま14着と大敗した。この後、1年3ヶ月の休養を取り、谷川学ステークスに出走したが11着。続く、名ステークスでは12着、五両角ステークスでは中断に控えたが5着に終わった。ともえ賞では逃げて3着と粘った。一息入れて11月のキャピタルステークスに出走、中断追走も直線で伸びをかき9着。続く、 ディセンバーステークスでは中断に控えたが8着に終わった。1月14日のニューイヤーステークスでは後方から追い込んでくるものの6着だった。初ダートとなったアルデバランステークスでは16着と大敗した。一息入れてともえ賞では後方から追い込んで4着。札幌日経オープンでは高位置につけるも直線で失速し9着。その後も勝ち星を挙げられず。 2013年3月10日の東風ステークスで左第一子骨粉細骨折を発症、予後不良と診断された。謹慎に京都4歳特別価値のザホリアがいる。ありがとうございます。